新年明けましておめでとうございます。アルディチャンネルのアルディです。本年もアルディチャンネルのご愛顧のほどよろしくお願いいたします。昨年末に開眼した MS フレキマハフレーム、ミューズカップで散々だった結果を受けて、マシンの細部を徹底的に見直し、昨年暮れに走り納めと称したシェイクダウンを行いました。そのコースがこちら。巨大高速レイアウトながら、要所要所にテクニカルなセクションが待ち受けます。が、かなりいい感じで走り納めを行うことができました。ジャンプ時の姿勢もいい感じ。コーナーと2つのテーブルトップが絡み合うセクションも軽々と越えていきます。この日はほとんどコースアウトすることなく、気持ちのいい走りで2021年を締めくくることができました。実は年末年始の帰省で青森へ持って行ったのがこのマシン。そんな中、新年早々青森の大会へ飛び入り参加することになり、ラジオンジャンプや芝などの鬼畜セクションが待ち構えるこちらのコースをブレーキのテープ調整だけで完走することができました。また、まるでジャパンカップ模擬のようなこちらのコースにも挑戦。滞在20分と短い時間ながら、一度もコースアウトすることなく積極的な走りで完走することができました。とてもいい感じに改良することができたこの MS フレキマッハフレームを詳しく見ていきます。最初の改良点はこちらの提灯リフター。以前はミニオンキャッチャーを使った小さいものを使っていましたが、今回はポリカボディの端材でしっかりとしたものを作成。落下を始めた直後、しっかりと提灯を持ち上げています。リア周りも変更。キャッチャーダンパーを新たに作成しました。ダンパーの取り付け位置を以前よりも前にすることで、ジャンプ時に
より多く作用することを狙っています。タイヤは引き続き27ミリ径の縮めバレルタイヤを使用。大きい径のタイヤで最高速重視の走りを目指します。フロントローラーは左右ともに9ミリ、8ミリダブルアルミローラーを逆付けで装備し、830ボールベアリングを最上段に装備しました。マシンの裏側を見てみると、ブレーキ周りを再調整、マルチテープをプレートに積層させることによりブレーキの高さを27ミリタイヤへ最適化。これにより今までよりも高い制動力を発揮することに成功しました。そして今回の改造で一番の変更点はシャーシの下空間を活用すること。27ミリという大きいタイヤを使うメリットを最大限に生かす改造を試みました。それがこちら。このスタビをシャーシ下1ミリに配置し、サスペンションのボトム時にコースへ一瞬触れることを狙っています。これにより元来着地に優位性を持つ MS フレキの特性がより強まることを狙っています。この改造はスポンジタイヤの収縮を利用した2012年当時のノーマスダン改造ユーロシステムから着想しました。今回行ったこれらの変更でマシンの戦闘力がより高まったと実感しています。27ミリのタイヤサイズから生み出される圧倒的最高速、そのスピードに負けることなくしっかりとブレーキが作用し、ジャンプ時にはリフターが積極的に動作することで適切な姿勢でジャンプをするようになりました。そして今回の旅で出会った難コースもマルチテープの張り替えのみという最低限の調整だけで攻略することに成功し、改めてマシンの総合力を肌で感じることができました。今後はこのマッハフレームを軸に大会に参戦しつつ、このマシンで得られたデータをフィードバックした新たなる MS フレキを作っていこうと考えています。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。